村内上心。以前は、左側の建物も村内電機の店舗であったが、村内上心のオープンとともにゼロエミッションが運営する村内エコ村となった村内は、東京都八王子市を拠点として展開していた日本の家電販売業者。八王子に店舗を構えていた村内電機とインターネット通販事業及びインターネットメディア事業の村内ドットコムは、 口述するように同じルーツを持つが、現在は別会社である。また同じ八王子市に、本社、本店多く、村内ファニチャーアクセスとは創業者同士が兄弟という、以外は、無関係。前身の有限会社村内テレビは、NHK の本放送開始から間もない1953年2月28日、テレビ受蔵機の製造小売会社として設立された。数年後、 自社製テレビの製造を断念し、東芝参加のテレビ受蔵機の販売会社となった。有限会社村内テレビから1962年の村内への称号変更を経て、1966年8月、株式会社村内が発足した。2000年から EC 事業本部を設置。インターネット通販を展開する総合大型オンラインストアとして村内 .com を開始した。 楽天市場の村内楽天市場店、ヤフーショッピングの murauchi.co.jp も同社経営である。村内 .com は2005年4月、株式会社村内 .com として村内より独立した。同社はインターネットメディア事業として2004年11月にブログポータルサイト、日本ブログ村、2013年6月にブログサービス。 村ゴン、2017年8月にスポーツメディア、スポリトを開始。2017年8月には、通販事業の一環として、ラジオショッピングも開始した。2009年1月に、かつて村内の子会社であった、ハードオフなどを運営している、株式会社ゼロエミッションが新会社、村内電機を設立し、株式会社村内の家電小売り事業を継承。 村内電機は、上新電機と FC 契約を結び、2009年4月4日に、村内上新八王子本店としてをオープンした。2017年2月26日に閉店。跡地は、2017年4月1日にゼロエミッションが運営する、エコタウン、八王子大和田店がリニューアルし増床上新電機との FC 契約は継続されており、 村内上心八王子本店の住宅設備館を村内ホビーに移管の上、2017年4月7日に村内リフォーム、八王子店としてオープンしている。株式会社村内電機は解散し2017年8月16日に生産欠量なお、過去に村内の店舗は、羽村店、立川店、あきるの店などの支店があったが、 いずれも閉店しゼロエミッションが運営するリサイクルショップに転換された。代表取締役の栄長大器は、父方の祖父が株式会社村内の創業者村内、村を母方の祖父が第一家庭電機の創業者、栄長左京である。村内ドットコム社長の村、内信弘とはいとこにあたる。ありがとうございます。